こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日はですね、新宿の次、山手線だと新大久保ですかね。それから総武線、総武線だと大久保ですけども、まあそこずっとこうね、大久保通りってあるんですが、まあそこにですね、まあ、新大久保かなの近くに長く、お住まいの、作曲の先生がいらっしゃいまして、その先生とですね今度、大久保のその大久保通り、大久保商店街っていうんですかね、いやもうすごいですよ。以前とも変わっちゃってね、まあ、韓国のお店がもうたくさんあってね、それで人が本当にね、もういつ行ってもね歩道を通れないっていう、まあ、私なんかもね以前のそこの大久保通りの、よく知ってますのでね、以前はそんなこと全くなかったんだけども、もうここいつくらいからですかね、まあね、とにかく、人がたくさん集まってくるというのは、まあ、基本的には商売繁盛するわけですから、でその大久保通りのですね、とってもいい、歌をですね今度作りまして、まあ、8月から9月、まあ、10月にかけてですね、まあ、発売していろいろと、まあ、大久保の、ね、商店街の皆さんとうまくコラボできたらいいなと思ったりしております。これ本当にねとってもいい歌ですよ。まあ、また具体的なお話をしたいと思いますけれども、まあ歌ってる、まあ、男性なんですが、まだね二十歳前のすがすがしい、青年でございます。でも歌ってるのはやっぱりすごいね。まあこういろいろね物事を説明するときに、まあね言葉で説明するときはいろいろこうね、状況を調べて、まあね理論的に、まあ分かるようにお話しなくちゃなんないんだけど、まあそれでもね話す方と受け止める方だと全然ね温度差が違っちゃうからね、また人によって全く違っちゃうからね。まあでも歌はねその理屈じゃないからね、そのなんていうの、まあ今日は気持ちがいいなとかね、天気がいいなとかね、すがすがしいなとかね、そういうこうまあ人間の感覚ですかね、感覚にねこうストレートにこうアピールする、まあ感じてもらうっていうのが、ね、歌の一つの強みでございますので、まあとにかく、素晴らしいいい歌ができましたので、また、追って連絡したいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。